面白くない ね。取れ高もないし。どうも、つるです。今日はですね、前回の動画の、マクレプで、まあ、4種類の、まあ、生き物をお迎えしましたよっていう動画を上げさせてもらったんですけども、実はですね、あのマクレプの後、あの4種、あの日、4種のお迎えだけで済まなくて、レプティバグさんっていうね、ちょっとここら辺にロゴ貼っとこうかな。レプティバグさんっていう、まあ、爬虫類とかメインで扱ってるお店ですね。埼玉県川口市になるのかなにある、まあ、あの、お店なんですけども、まあ、そこにね、帰り寄ろうっていうお話になりまして、で、まあ、そこでも、まあね、4種類、まあ、お迎えをしました。で、今回、まあ、紹介する子なんですけども、まあ、4種類いて、まず1種類目はですね、まあ、僕たちのあんまり今動画で出さないって言ってる、まあ、爬虫類さんなんですけども、ちょっとね、さらっと紹介だけしちゃいますね。はい、この子ですね。ちっちゃいカメさんですね。ニシキマゲクビガメっていうカメさんになります。で、このマゲクビガメっていうのが、カメさんってね、結構本来、まあ、あの、怖がったり嫌な思いをすると、こう、顔を引っ込めるんですけども、こうやって首を曲げるのが特徴みたいですね。甲羅の綺麗さでお迎えをしました。この裏もね、こんなオレンジ色ですごい綺麗ですよね。まあ、僕あんまカメさんあんま詳しくないっていうか、まあ、覚えられないんですけど正直、まあ、この子ね可愛いなと思ってね、まあ、カメさんお迎えする気はなかったんですけどお迎えしちゃいました。ただねちっちゃいカメさんなので、で結構ね水が好きなカメさんみたいです。で、普段はね、この陸場を作って、一応甲羅干しをできて、日光浴ができるようにしてあります。ほんと綺麗ですよね。こんな今、曲がっちゃってる。まあ、これがマゲクビガメ、ニシキマゲクビガメっていうカメさんですね。まずこの子、一匹お迎えしました。今のカメさんの他に、まあね、まあ、レプティバグさん先ほどお話したように、もともとまあ、爬虫類がメインのお店なんですけども、その日に、このね、今回今紹介する子たちが、まあ、持ち込みされたみたいなんですよね。まあ、ちょっと飼育をしきれなくなったみたいな形で持ち込みをされたらしくて、で、まあ、のレプティバグさんに行ってお話をしてる間に、持って帰っていただけませんかっていうことで頼まれて、まあ、今回は、まあ、その鳥さんなんですけども、まあ、お迎えをさせていただく形になりました。じゃあちょっとね1話ずつ紹介したいと思います。まずですね、この子。ボタンインコっていうインコさんになります。綺麗ですよね。このね、ボタンインコって結構、まあ、この子はビビリな性格ではあるんですけども、結構ね、ボタンインコってね、噛む子多いんですよね。噛み癖っていうか、まあ、結構ね、攻撃的な子もボタンって多いんですけど、この子はね、まあ、いや、人はあんまり好きではないんですけど、まあ、噛んだりはしない。まあ、多分ね、鳴らせば簡単になれるような、本になりますね、性格になりますね、かわいいね。まあでも正直この子たちはあんまり鳴らす予定とかなくて、実はね、そのまあもともと3羽今紹介するんですけども、3羽一緒にいた子なんですけども、そのうちの2羽目、まあ今ちょっとね、じゃあ連れてきますかね。はい、この子ですね。まあ、この子は小桜インコっていうインコさんなんですけども、今紹介したボタンインコとこの小桜インコ、すごいイチャイチャの仲良しちゃんなんですよね。まあ、この子もね、比較的、小桜もね、噛む子はすごい噛むんですけど、この子も全然噛む様子とかないですね。この子も結構鳴らせるのかなっていう感じなんですけど、まあ、ボタンと今この小桜ね、ペアになっちゃってて、まあ、すごい仲良しさんになってるんで、まあ、あんまり人間依存させないで、そのまま鳥さん同士で仲良くさせようかなと思ってます。で、3羽入ってたんですけども、よく見、まあ最初はね、仲良くこの3羽で、飼ってましたっていうことでお話聞いてたんですけども、まあよく見てると、まあ、このボタンとね、このコザちゃんが、まあ仲良くなってて、で、セキセイちゃん、まあ今この後セキセイちゃんなんですけども、セキシャスちゃん連れてくるんですけど、この子ですね。この子はまあセキセイインコ。綺麗ですよね。羽もね、すごい綺麗な色してて。まあこれもともと羽切ってありますね。まあ多分、こんな形で体もすごい綺麗な色してる。この子がね、男の子なので、比較的一番懐かせやすいかな。この子は、まあその2羽から、まあ仲間外れにされちゃってたんで、よく見てたらね。
まあ、一見仲良さそうに見えてたんですけども、まあ、何日か経過してうちで見てたら、まあ、ちょっとこの子だけね省かれてる感じだったんで、まあ、この子はまあ人間にならそうかなと思ってます。ペアがいないんでね、飛んでっちゃいましたね。まあこの子はまあ鳴らしてもいいかなと思ってます。で、まあ、うちにはもともと小桜も、まあ、石星も、まあ、ボタンはいないんですけども、まあ、小桜も石星もいるんですけども、とうちにいる、もともといる小桜と石星に関しては、もうそこでね、仲良くなっちゃって、二人仲良くなっちゃってるんで、もう他の鳥さんを受け付けないんで、鳥さんって結構ね、ペアになりたがりなんですよね。で今、あそこのボタンと小座が仲良くしちゃってるんで、まあ、石星の、まあ、相方を迎えるか、まあ、とりあえずは人間に、まあ、鳴らしていこうかなと思ってます。喋ろうかな。面白くない ね。取れ高もないし。あいつら超逃げるし。面白くないね。でまあね、もう今回の動画も全然コントロールできないですこの子たち。まだね全然鳴らしてるような子でもないので、動画の撮影がすごい難しいんですけど。このボタン、小桜、石星インコ、あとは亀さんですね。まあ、今回この4種類のお迎えをしました。だ1日でね、計うちだけで8種類お迎えしてる形になりますね。ね。ね。こんにちはね。でもやっぱね、比較的みんなおとなしい性格なんでね、ほんと可愛いっすね。まあ、嫌がって飛んでいっちゃいますけど、でこの子たちね、まだ生後5、6ヶ月の子たちなので、まだまだ若い鳥さんなんですよね。まあね、鳥さん、まあ、飼いきれなくなったっていうことでね、手放されたみたいなんですけども、まあ、でもこの慣れ具合からしてね、やっぱ可愛がってもらってたのかなっていう感じはしますね。まあこれからはね、うちの方で、我が家の方で、まあ可愛がっていこうと思いますね。結構ね、鳥さんって喧嘩が激しいので、インコ同士だとうちのもともといるインコちゃんたちとはあんま合わせられないんですけど、あの子たちペアでできちゃってるんでね。でレプティバグさんもね、すごい本当お店の方々もすごいいい方々ですし、レプティバグさんには、まあ、あの販売してるわけじゃないんですけど、マイクロブタとか桃色インコとか可愛い子たちもねいるんで。爬虫類だけじゃないのでね、一応鳥さんとかもね、マイクロブタさんとかも見れるので、まあお近くの方とかはね、一回行ってみてください。じゃあね、今日の動画はこんな感じでおしまいにいたします。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。